お、ですね。スターフォースポケット、テーマオペラ王ガチャというのをやってますね。このテーマオペラ王ガチャ。引いてみたいと思います。1回を引、2回引いて、10回引くをやってみたいと思います。さあ、オペラ、テーマオペラ王ガチャ。何が来る？ギャランターロー。さあ、今度は、10回にチャレンジです。お、なんか演出が違う？おーっと、来るか？オペラ王来たー！いきなりもうオペラ王だ。スタマ、懐かしい。当選ら。お、またなんか来るぞ。オペラ王、二つ目。これで終わりかな？おー、オペラ王2つゲットしましたね。素晴らしい。サーディユと。もう一回、25消費して引いてみましょう。今度はなかなか出ないな。運が良かった？全然来ない。おっと、なんか来るぞ。またオペラ王だ。あ、今回は1回だけしたね。ただ、オペラ王が、2回の10回ガチャで3枚、ゲットすることができました。これは素直に嬉しいですね。というわけで、オペラ王のレベルを上げに行きたいと思います。おっと、オペラ王は鍵がかかってんだ。あ、いや、これ以外は鍵かかってないのか。オペラ王、さあ、確保したオペラ王を一つにまとめます。おっと、覚醒2になりました。なんだろう、これ。なんかいろいろ得られるみたいですね。間違えた。これでもう69いくのか。
素材から？なるほど、こうなってるのか。だから、特に覚醒数が増えるわけじゃないんですよね。まあそれでも牝馬もだいぶ SSR 増えましたよね。全体的なレベルも上がってきたみたいで、まあこれからが楽しみですね。はい、というわけで、今回イベントでテーマオペラ王ガチャというのが加わりました。WBC 単独出走の件にもあるみたいなんで、しかもスタート A で勝負根性が SS、 あれ、瞬発力 S となかなかの能力の馬です。そういうこともあって、これは特に覚醒させると特に強い、馬になるんじゃないかなと思います。ぜひとも狙ってみてはいかがでしょうか。はい、ではスターホースポケット、この動画はここまでとなります。ゲーム動画でいこうでした。